クンスタンティーは、スペイン・カタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ、タラグネス郡に属している。カタルーニャ統計局によれば、2012年の人口は6774人。フランクリー・カワウガンに位置し、タラゴナに隣接する。この地では古代ローマ時代の遺跡が発見されている。レコンキスタで、キリスト教徒によって、シューラーナが征服された後、1153年に、 中世の町が建設された。1159年には住民認可状が与えられている。アスパレク・ダラ・バルカ大司教は、城、最初の教会、城壁の建設などを命じ、この地の発展を促した。城は、タラゴナ大司教の夏の館となった。クンスタンティーは、その創設以来、カタルーニャ地方の自治体の連合組織である、クムーナ・ダルカムに、積極的に加わった。 カタルーニャ反乱では何度も攻撃にさらされた。1641年1月12日には、ジュゼップ・マルガリート率いる軍によって攻撃された。1642年ラモット元帥によって襲撃され、街は彼の作戦基地となった。1649年不安で笑い軍の手に落ち、教会と城は破壊された。スペイン独立戦争では、1811年、 スーシェ将軍がクンスタンティからタラゴナ包囲戦を指揮した。1734年に建設が開始され、1749年に性別化された教区教会はサンフェリックスに検定されている。首労は後に建造されたものである。ジュゼップ・マリア・ジュジョールによって修復された。クンスタンティ最大の祭りはサンフェリウの祝日に合わせて8月に、 そして冬には1月に行われる。クンスタンティーはタラゴナから 6km という地理的条件によって様々な産業がこの地にもたらされ、そのうち特に重要なものは科学工業部門である。自治体内には石油製製所も建設されている。現在は工業部門にその座を譲ったものの、伝統的には農業分野がこの地の主要産業であった。ブドウ、オリーブ、 野菜、桃、ヘーゼルナッツなどが主に栽培されている。また様々な課金飼育農場がある。市街地からほど近いところに1世紀の古代、ローマ時代の B 社の遺構、セントセルズがある。1855年に一個人の暗闘にスレイ・スレイが購入、農民たちの住居へと変えた。B 社は3世紀に修復され、4世紀に増築されたことが確認されている。 この増築によって中央にある建屋が際立つこととなった。その建物は高さ15.5メートルの正方形で、その内部には床が直径10.7メートルの円形の部屋があり、地下の骨堂と4つの壁岩がある。この建物はその時代には珍しい興味深い建築となっている。円天井はモザイクが施されているが、痛みが激しい箇所もあり。 一部を除き保存状態は必ずしも良好とは言えない。しかし、1877年まで漆喰に覆われていたことにより、鮮やかな彩色が残されている。モザイクは4つの部分に分けられ、それぞれ幾何学文様の描かれた帯状装飾によって分けられている。一番下の部分には狩猟の場面が、2番目部分には聖書の場面が描かれており、 死者の魂を神に委ねる初期のキリスト教信者が描かれているコマンデイ師をマエが確認される。三番目部分は特定はできないもののコシードリーに座している一連の人物像が描かれており、そして最後の天井の円形部分のモザイクは頭部の実が確認できるだけである。また、下部の壁面には図像の一部が残されている。この建物については、例えば、 ドイツ人研究者のヘルムート・シュルンクなどの考古学者は、霊病として使われたのではないかと考えている。彼は1959年以来現地調査を行っているが、コンスタンティヌス一世の息子で、カストルム・ヘレナエで亡くなったとされる、コンスタンス一世のものであると主張しており、この説は現在まで最も支持されている。別の人たちは司教、あるいは地元の貴族階級の誰かではないかと、 考えている。2006年から2008年の間マドリードのドイツ、考古学研究所によって遺跡全体とオーベアが新しい研究とデジタル化の対象とされ、これらの研究についてのシンポジウムが行われた。ありがとうございます。